よ。ステイホーム中、吉嗣は何を着てたんですか？いや、これが難しかったんですよ。なんで？なんか途端にやることがなくなっちゃったじゃないですか。あー、確かに、急なお休みだったからね、うんうん、そしたら一番最初の頃はなんか2日ぐらいぼーっと過ごしてて、3日目あたりからあれ？そうだ、何かをやろうって思って、うん、目に入ったのが何何？カンパケだって思って、まさかいただいたゲームをものすごい速さでクリアしちゃったんですよね。あ、ゲームをやってたんですね。1日半1日半ぐらいで1本消化するみたいな。何のゲームやったの？まあ、自分の出てるソードアート関連のやつと、うん、あとは僕出てないんですけど、ペルソナ5、あ、名作ですよね、ペルソナのアクションの方ですね、うん、今コラボさせてもらったりしてたもんね、ソードアートと、うん、そんなことをやってたらいよいよやることがなくなってゲームもやりどうしようって言って、そしたらうちの後輩のイタルさんという方が、吉嗣さん、14に帰ってきましょうよ。あー、 FF だ、ファイナルファンタジーに。山本イタルさん、ね、すごいあのやってますよ、ね、FF 好きでっていう、ね、そしたらあのちょうどユーマも一緒にやってるって。あ、うちのユーマ、ね、あ、そうなんだ。でディスコつないでみんなでやってるって聞いたんで、そこに一回加わろうかって思って、加わったら最後でした。何何、最後あれはもうね、もう戻ってこれなかったよね。お話ししながらみんなで要はネットの中に集まって、みんなで一緒に戦ったりやるのよ、パーティー組んだりして。え、私の役にあった？めちゃめちゃ聞いた。本当？ヤシトラ、カヤラさん出てるからね、うん、猫耳お姉さん、うん、そうなんだ。すごい、松岡くんじゃあ本当ゲームをよくやってたんだ ね。火曜日また会おうっぽ。 Mr.